どうもこんばんは、星野源です。先週水曜日の夜に起きたことを、皆さんも知ってるかと思います。 100% やっていないことで、事実が一つもないことで、日本中から憎悪を向けられた感覚になったんですよね。自分以外のね、まあ、妻も含め仕事仲間とか、まあ、きっと今辛い思いをしてるだろうなと思うと、本当に悲しかったです。なので改めてね、言いますね。あの、100% 一つもやってませんから。完全なデマです。皆さんこんばんは。こんばんは。あら、キウイです。うん、こんばんは。あの、うん、私も今回のことは本当に驚いて、私たちもなんでこんなことが起きてるのか、そうね、僕が、うん、私たちが一番わからないっていうか、本当に。うん、顔を見合わせたもんね、その、なんでこんなことにって、ね。うん、そんな中で、うん、まあ、私のファンの皆さんも心配してくださっていて、で、まあ、なかなかこう発信する場をちょっと持っていないので、そうだね。こういうことでちょっと、すいません、お邪魔させてもらったんですけれども。いえ、じいちゃんは、こう、あんまりこうフリートークで喋るような場所っていうのは、なんかないものだと思うんだけど、うん、でもね、あのツイッターの、X のプロフィール欄で、コメントというか書いていたけど、こう肉声でね話せる場所ってなかなかないからって言って言ってくれて、ちょっとぜひ改めて私の口からもお伝えできればなと思いまして、あの本当に今回のことで、あの噂されていることを、騒がれていることに事実は一つもありません。好きなお味噌汁の具は絹豆腐です。